はい。16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西のパカですね。パカ。日本のお土産伝統文化コレクション、海洋堂さんですね。もうあと2個で終わりですね。これパカと言いつつ、Amazon でズル買いした際に、カプセルはもうね、省略されてると言いますか。ね。もう中身だけ。で、送られてまいりました。招き猫と犬張り子。それともう一つ、これが最後、6番。すき焼きと酒。これいいですね。すき焼きと酒。いいですね。すき焼きと酒いいわ。すみません。ちょっと明るすぎるか。ヘリがすごくね、多いですね。これ、合わないね。あ、入りそうだ。硬い。入ってこないな。あ、入った入った入った。張り子、書いて入った入りました。すき焼き、すき焼き、天ぷら、忍者。ああ、取ってまいりますかね。おお、いいですね。素晴らしい。日本酒。これすき焼き、ここね。これ卵。卵いいっすよ、これ。ね、すごい。白身の感じもね、素晴らしい。あ、取ってなかった。すき焼きいいっすね、これね。えのき。ね。これ春菊。このオレンジ色のは人参でしょうね。多分ね。で、これがネギ。ここね。椎茸。で、豆腐、肉。ね。で、白身の感じがこれ、すごくよく出てますね、これ。お箸。これがお調子。お調子で、おチョコ。ね。すごい。で、招き猫に、張り子犬。犬の張り子。素晴らしい。これ、すき焼きセットいいな、俺、ほんとね。こう向けときたいですね。こう向けときましょう。で、読みます。招き猫は、あ、すみません。これ、指が邪魔ですね。何指だ？多分中指ですね。すみません。中指がすみません。前足で人を招く形をした猫の置物。客を招く商売繁盛の縁起物として人気があり、現在でも商店の軒先に置かれていて、見る機会も多い。犬張り子は和紙を貼り重ねて、犬の姿に形作った置物で、安産や子供の健康を祈願するものとして親しまれている。安産と子供の健康。すき焼きいきましょう。すみません。すき焼きずっと指で隠れてるのもあれですので、ちゃんと取れてるところの静止画を入れておきますね。すみません。かつて牛肉を食べる文化がなかった日本だが、19世紀後半、開国とともに海外食肉文化が流入。すき焼きのルーツとされる牛鍋をはじめ、様々な料理が生まれた。すき焼きは鉄鍋で醤油や砂糖を使って調理した牛肉に生卵を絡めて食べる料理で、海外に最もよく知られた日本食の一つである。これでね、全部いきましたよ。6種。よかった。はい、いいですね。このすき焼きっていいな、すごいな。僕、食べ物のやつ好きなんでね。あ、これね、これが動きますね。ね。七輪の、ね。待ちことで。はい。よかった。すき焼き食べたいな、久しぶりね。もう何年か食べてないんでね。久しぶりにすき焼き食べたいなと思いました。あ、酒といいっすね、なんかね。落ち着いた感じで日本酒をね、のおちょこをこう傾けながらね。すき焼きを食べたい。近いうちそうします。はい。まちことで。まちゃまちゃちゃ、まちゃ。いいですね。